皆さんこんにちは。今日はですね、このような2色のグラデーションの作り方を紹介したいと思います。今日もこの100均のダイソーのエスポルールというマニキュアを使います。ベースコートを塗って乾かします。でその後2色ずつ使うんですが、まずはピンクとブルー、この2色でやっていきます。まず左側にピンクを塗りたいと思います。端っこから真ん中、だいたい真ん中まで。で、次にブルーを、ピンクが乾かないうちにこそそっと塗って、で、ちょっとこの時に真ん中をぼかす感じ。で、トップコート。これでちょっと真ん中だけ、さーっと。で、この時にこうついてしまうのはキッチンペーパーなどでちゃんと拭いてください。これでまず一度塗りが終わりました。で次はピンクと黄色でやっていきます。まず黄色を左半分に塗ります。でその後にピンクを右側に、トップコートで境目をぼかします。1回目はちょっとムラになっててもいいです。2度塗り目で調整していきます。こっちもちょっとまだ筆の跡とかが見えるんですけど、後で調整していきます。でこれで乾かしてから2度塗り目に入りたいと思います。それでは2度塗りしていきたいと思います。こんな感じでブルー、紫、ピンクっていう綺麗なグラデーションになっています。ブルーからピンク、ピンクからブルーで、境目はピンクとブルーが混ざってちょっと紫っぽい色になってます。で次こちら、黄色からピンクで、ピンクから黄色で、真ん中はちょっと混ざったオレンジ、こんな感じでできました。もうちょっとぼかしたい人は、トップコートを多めに塗るとか、真ん中の方は色を薄くつけるとか、そういうちょっとした工夫でいろんなグラデーションになると思います。でまた2色だけじゃなくて3色とか、そういうグラデーション、3色のグラデーションもできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。でこれだけでも可愛いんですけど、シールを貼ったりストーンを置いたりしても可愛いと思います。簡単なので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。
では今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。いいねボタンやチャンネル登録もお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。Holding on to what we have and take us to the end.